はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第906回をやっていきたいと思います。今回は AD 曲線の移動ということですね。まあ、AD 曲線がこう移動する、右に移動したり左に移動するという、話です。で、今何をやってるかっていうと、ね、財市場、貨幣市場にこう労働市場っていうのをまあ入れていきたいということですね。今までやってたのは物の IS 曲線とお金の LM 曲線で IS、LM 分析ということですね。物とお金が均衡するときの利子率と均衡国民所得を求めるという考えをやっていました。ただこの IS、LM 分析はまあ2つのことが考慮されてないと。1つはこの人ですね。人を商品として見立てたときに、ね、商品の売り手、つまり労働者ですね、自分の労働を売るという労働の売り手と、ね、労働の買い手、要するにこう企業ですよね。っていう、まあ、その労働資料というのは、まあ、これには全く考慮されていないということが一つと、もう一つは物価ですね、物の価格、物価というのがこのグラフには入っていないということです。ですから IS、LM 分析で入ってない物価とその労働市場、人という要素を入れ込みたいということで、ね、IS、LM 曲線をまとめて AD 曲線と、ね、物の均衡、お金の均衡なんですけど、もう物、お金全部の、ね、需要と供給というのを一つの曲線で表すと、それが AD 曲線ですね。そして労働市場の均衡、人の需要と供給の均衡を表す AS 曲線。それを縦軸物価、物価を考慮して横軸国民所得で、まあ、最終的にはこういう分析をしていきたいということですね。で、今やってるのはこの AD 曲線っていうのを前回でまあ導出して、今回はじゃあ AD 曲線ってどういった時に動くのかというのを見ていきたいと思います。はい、復習です。 AD 曲線、総需要曲線、人とも、人と、ごめんなさい、物とお金ですね、物とお金の需要というのをもう全部合わせて一つで表してしまうと、財市場と貨幣市場の両方を均衡させるような物価と国民所得の組み合わせを描いた曲線ということですね。だからまあ AD 曲線上というのは物、お金が両方均衡しているのを表している曲線になるということになります。じゃあこの AD 曲線が右に移動したり左に移動したりするときっていうのはどういうときですかって言ったら、例えば政府が財政政策をやったときとか、日本銀行が金融政策をやったときに AD 曲線っていうのは右に移動したり左に移動したりするということですね。まあ、例えば拡張的な財政政策ですね。まあ、例えば政府支出を増やしましたとか、もしくはみんなのね、所得、可処分所得が増えるように減税しましたとね、っていうような政府支出を増やしたり減税をしたり、そういう、 こう拡張的な財政政策をやった場合はどうなりますかということですね。そしたら最初は、ね、こっちの方で見てみます。 IS と LM で見てみます。縦軸利子率、横軸国民所得ですね。で、最初はここで均衡してましたと。 IS 曲線と LM 曲線が最初はここで均衡してましたと。ところが政府が例えば政府支出を増やしたということをすると、ね、この財市場を表している IS 曲線が右に移動しますと。ここで均衡する。だから国民所得がここだったのに、ここにこれだけこう増えたわけですね。政府が政府支出を増やしたことによって、国民所得が増えましたということです。じゃあ今度はこれを物価と国民所得っていう形で、ね、軸を変えたらどうなりますかということですね。さっきは利子率と国民所得で軸を取ってたんですけど、じゃあ今度は縦軸物価にするとどうなりますかというと、この、ね、グラフの中では物価っていうのは入ってないですよね。利子率と国民所得で物価って考慮してないわけですよ。つまり物価変わってないわけですね。ここの銀行とここの銀行で、ね、物価っていうのは考慮してないわけです。だから同じ物価で同じ物価で比べたときに単純に国民所得が増えた、ね、ISLM 分析というのは物価を考慮していない、物価を一定というふうに仮定したときの財市場とか貨幣市場の均衡を表しているので、だから物価は一定ですと、ね、少なくともここから導き出されるのは物価は一定です、物価が一定という前提で分析をしているからですね。そうすると物価は一定ですと。じゃあ、ね、政府が、拡張的な財政政策をやった、例えば政府支出を増やしたと、そしたら国民所得増えました、物価同じなのに国民所得が増えたということは AD 曲線は右に移動するということですよね。反対の緊縮的なことをやれば逆に左に移動するということになります。はい、そしたら、中央銀行、日本銀行の金融政策も同じように考えたときに、今回は IS 曲線で最初は LM 曲線ここでした、だからここで均衡してましたと、
ね、ところが例えば日本銀行が、ね、金融緩和を押したと、ね、要するに、ね、日本銀行から銀行に対しての貨幣供給量を増やしましたということをすると LM 曲線が右に移動します。ね、そうすると利子率が下がって国民所得が増えますよね。最初国民所得ここだったわけですけど、ここに増えます、これだけ増えますと。ただ ISLM 分析っていうのは物価が一定という前提でやってますから、物価が一定で日本銀行が金融政策をやると国民所得が増えるわけですよね。だから物価が一定で、ね、日銀が金融政策をやると物価一定で国民所得が増えるわけですから、だから結局 AD 曲線は右に移動するということですよね。だから政府が、ね、拡張的なことをやっても、中央銀行が拡張的なことをやっても総需要曲線というのは右に移動しますよ、ね、要するにこう同じ物価で国民所得が増えるという動きになっていくということですね。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。